これ以前他の動画でも紹介しましたが、オーディオ専用電源です。部屋につけたブレーカーからコンセント、ボックスで、右手の方が駆動アンプ側、こちらの方で、左手の方がプリアンプとターンテーブルの電源取ってるんですが、これまっすぐこう折っていくと、まあ、この下にで、さっきの電源ケーブルが、まあ、この親指のタップまで来てて、こっからプリアンプの電源取ってるんですよ。で、今までこれ今外してるんですが、ガラードの電源もこっから取ってたんですよね。で、この状態で、まあ、今まで使ってたんですが、気づいたんですよこの間、まあ、これプリアンプ通常11時から12時ぐらいの位置で再生してるんですが、無音時にグッとね、こんぐらいまで持ってくると、まあ、サーッと音するんですが、その時にこれを外すともっと静かになるんですよ。どういうことかっていうと、これを刺すとブーンってこうハムノイズみたいになってるんですよね。で、抜くと消えるんですよ。お分かりいただけただろうか。ということは、このターンテーブルの、まあ、モーターの電源、ノイズ源になってるんですよね、同じタップから取ると。というわけで、これは電源ね、分けないとあかんなってことが分かったんですよね。まあ、実際こんぐらいまでボリューム回すことはないんだけど、まあ、せいぜい、まあ、12時ぐらいなんだけど、でもこれでも鳴ってるってことなんですよね、そのノイズが。まあ、これはちょっと放っておけないということで、これから対策ちょっと考えてみたいと思います。で、現在は応急処置として下のタップから取らずに、昔使ってたあそこの壁コンセント上のあそこから取ってます。あそこから取るとノイズは乗らないんですよね、今んとこ。そうしてますが、あそこに電源増やそうかなと思ってます。ブレーカーを足してコンセントボックス、あと2つ、デジタル用と、もう一つアナログ用と増やそうかなと思ってます。というわけで、ノイズに気づいてしまったんでね、気づいてしまった以上、まあ、対策しないわけにはいかないんで、ちょっとあそこのブレーカーのところにコンセント増設して、それで電源ターンテーブルの電源を分けてやってみて、取れるのか取れないのか、ちょっとまあやってみないと分かんないんですが、ちょっと電気屋さんに連絡してみたいと思います。ってな感じで、また後ほど。さよなら。